朝にサンタさんが来て啓示会に行かななっていう話をしてたら、玄関に啓示も置いてありました。しかもめっちゃセットしてあってな、よかったな、うん、と思ったらもうキャンディーが反響した。キャンディーが完全にキャンディーの啓示みたいになっとキャンディーねえ、タケちゃんと置いて、どいて、なん、あ、かわいいな。お名前何にしようかな。お名前何にしますか。お名前ね、ここよ、ここよ、ケージここよ、自分のケージここですよ。わかりますか。あ、見つけた、うん、キャンディーが見つけた。あれって、いや普通にさっきまで近くをうろうろしてましたけどね水を気づくの遅いな。あれやな、水を入れてやるやん。あ、ほんま水入れたらなんか、うん、あ、飲みよう、うん、ちょっと待ってね。あ、でも今入れたらあれやけど、まあまあ、とりあえず入れたり。あ、巻き島のガレーだったい、巻き島のガレーだやりたい、これ。うん、あ、こっちの方がやっぱり強いと思う。えぇ、ってなった。なにこれ。これがカツナ、多分ほら、俺はこの赤の。なにこれって顔したんで。お母さん足舐められる。うんうん、なんかお母さん足舐める。ちょっと失礼、なんでお母さんの足を舐めている。あ、いやめっちゃ見てる、めっちゃ見てる。タケルちゃんの顔も聞いてやつ。あ、ペロペロした。キャンディーが確認中。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。見つけた、見つけた。これシール2つしかない。キャンディーが見つけた。見つけた。それ明日、なんだあれは。めっちゃ見なんだあの生き物は、言ってみた。キャンディー、キャンディー、キャンディー、ほらキャンディー、ワンちゃんの匂い。普通ワンちゃん持ったやろ、俺ら。ワンちゃんの匂いですよ、ワンちゃんの匂い。見てる。これ、こっちに来る、かぶる。あー、くそ、臭い、うまい。ベロ、うん、ベロが臭い。でもペロペロしてほしいやな。そうやな、ちょっとあれやな、まだ匂い。あー、ベロベロ。ご飯の匂い。なんでお母さんの足の裏。まだない。臭いの。眠たいな。臭いのが好きやな。違う、やっぱりってない。はい、はい、じゃあ明日さ、こいつに勝てるの。こんばんは、知ってる。おー、うん、こうやって、はい、ちょっと距離を保ったとこで見て、あの、うろうろして。そうやばい。お父さん。
なんか別にあの犬が飛びかかる感じはないけど興奮してキャンディーが近づいてきたからびっくりした。もう子犬は気にしてない感じ。何この生き物って思った。なんか動いてる。なんか動いとんなキャンディー。キャンディーなんか動いとんな。気になるな。え？気になるけどあんまり近くに寄ってきたら、なあ。何か分からんもん近くに寄ってたら怖いしな。でも気になるしな。キャンディー。そりゃそうだよ。キャンディーの方が大きい。うん、そう。キャンディーは、まあ言うてもまだ子猫ないけどな、7ヶ月めっちゃ大きくなったな。ワンちゃんも7ヶ月ぐらいだからもう大人の犬な感じだろ。さっき僕の後ろを舐めた。中身は子犬でも見た目は大人になるな。見て。あ、ちょっと。ああ、しよう。え、渡るの足ペロペロしとった？うん。ペロペロだった。でも、でもうまいよね。こうしとか。やだ、こうしていい？たけちゃんの足作って。ああ、あんま大きい音出したらあれやな。何？ああ、子犬がびっくりするんちゃう。キャンディーはなると、うん、キャンディーはなると、まあ、いいけど、あんまり大きい音出さないようにしちゃって。ってなに？近づいてたキャンディー。お母さん、これは、ざらざら警戒するわ。だな。これはこうやってなんやで、うん、だから要はいいんやで、うん、これトイレシートの上にもシートをした方がいい。強いんやで。でも、うん、おびっくりした、びっくりした。ちょっと離れたとこでさ、ウェーブレーターちゃった。でかいでこいつでやってみるもや。なんかこっちでかバースフィースしたぞ。こいつやってやろう。はっ、うるさい近所迷惑やからさ。違う、こいつは。どっちも言うても子供やから慣れるの早そうやけどな。うん、やろう。7ヶ月のキャンディーと1ヶ月半ぐらいのシーズンの子犬ちゃんです。マイペースやな。あー、あれか、ベイブレードの音が鳴っとうからちょっと隠れとんか。そうやわ、隠れたとこから見とんよ。キャンディーも最初はびっくりしとったで、ベイブレードの音に。まあ今は慣れたもんやけどな。始まったらびっくりするときもあるけど、急に始まった。でも普通に前のジャグリーよかったな。ジャグリーさん見て
母さんよかったな。あぶれるんやで。めっちゃ暴れる。めっちゃ近くにいた。暴れるんや。キャンディー、キャンディーがあのタケルちゃんの声の方にびっくりしてる。最初やったら本気出して、ほーはっ、あ、見えた、見たことのない生き物がいますか。ちょっと自分でやってみな、私自分でやって CD ですよ。違う、知らんせいだ、めっちゃブルーの牙がめっちゃすごかった。あーっなんだ、ちょっと回すだけで、なんでずっと知らんすぎるんじゃないか。めっちゃ気にしとんね、全然気にしてない。私よかったな、キャンディ様子見とは。じゃあ戦おうか。戦う。はい。キャンディ。あ、デッサイザー持ってないの。出てこれん、出てこれんで困ってますよ。出てこられんで困っとで。ここからどうやって出ればいいのって。違う違う、あのベイブレードの音にびっくりしてもって怖くて出てこられへんね。音が大きいからな。何あれは怖いって言ってびっくりして出てこれない。うん、なんなん、同じ巻き見ていくの。